吉谷さん、動画の方ありがとうございます。今年もね、動画たくさん送っていただきましたね。で、この1年を振り返るではないですけども、私たちにとってみたら12月31日も1月1日も12月25日もね、全部同じ1日ですよね。同じ1日、ただやるだけと。で、クリスマスだ正月だって浮かれてる人はどうなんでしょうかね。もちろんね、そういう余裕な暮らしを送ってらっしゃる方はいいんですけども、ビジネスを志した人が稼げてないのに正月だ、盆だ、クリスマスだ、まあ、ふざけんなということですよね。そう、あのネットで稼ぎたい人は特になんですけども、じゃあネット上に自分の存在感を出しているかってこと、これすごく大事なんですよ。まあ、私は吉谷さんってね、インターネットの世界に自分のログをどん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 残すような日々なんですよ。でそれをしないとまずビジネス成り立たないし、まあなんですかね、もういちいち考えるまでもなく習慣ですよね。この億万長者合宿のやり取りも、もうあと数ヶ月したら丸2年になるんですよ。いや、もうすでに4月の合宿の前から動画のやり取りがありましたから、もう2年以上経ってるかもしれないですね。2年以上経ってこのやり取りずっと続けて何が起きてるかってことですよ。確実に私たちはお金がたくさん入ってますね。まあ少なくとも2000万ぐらいはこの動画のやり取りの中で生まれてるんじゃないかなと思いますよね。安く見積もっても1000万ですね。そう考えたらどうですかね。私は吉谷さんはこの動画を通じて様々な商品をアプローチしてるわけですよ。で、ネットビジネスで稼げない人って、このネット上へのアプローチ、いわゆるログを残す作業が、まあほとんどないんじゃないかなと思うんですよ。ほとんどないっていうのは、誰と比べてってことになりますけども、稼いでる我々と比べてほとんどないってことですよね。だってね、自分ではやったって言うかもしれませんけども、そのやったのレベルがやってないレベルにすごく近いんですよ。で、これね、今回の動画のちょっと本質になってきますけども、まあなんていうのかな、本当になんかこれからね、今更言うことでもないんですよ。本当にどんな人も、まあドリームアカデミーにしても私の速稼塾にしても、入金した人って必ず私は吉谷さんの動画を見てるんですよ。動画を見てるからその塾の存在を知り、塾の価値を感じ、お金を払おうかって行動にやっとなるわけですよね。動画を見て一歩目からもう入ろうって決める人ってあまりいなくって、大体ね、大丈夫なのかな、確かなのかな、続けてるのかな、信用できるのかなってずっと見つつ、内容もいいし、あ、これだったらちょっと自分の気持ち分かってくれるかも、自分のこの状況を助けてくれるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。で、そこまで気持ちが動くまでにもう相当量のね、動画を見てくださってますし、で、動画の全部を見てないってことは、発信してる人はもっと出してるわけですよね。だから成り立つわけなんですよ。だからネットで稼ぎたいって言ってる人の中で稼げない人って、まあね、活動量が無活動とものすごく近いぐらい一緒なんですよ。確かに少しでも動けば、やっぱ応援するためにね、頑張ってねって声かけますよ。でもやっぱり足りないということは分かってもらいたいなと思いましたね。で、1日にね、3本5本の、まあ、動画にしてもブログ記事にしてもやらないよりはいいと思うんですよ。ただそれで自分の希望の報酬が賄えればですよ。賄えてないってことは数を増やすしかないんですけどね。数を減らして収入が増えるってことがあるんですかね、果たしてね。というところで、絶対に今年もね、こういうふうに私たちもやりきりましたんで、まだまだ続きますけども、明日正月だからって休んでる日もないですよ。正月こそ在宅率が高くて、みんなね、正月って言っても朝おせち食ったら終わりですから、あとずっと暇なんですよ、どうせ。だから正月番組見るわけでしょ。で、暇すぎるからどっか出かけようかとか思うわけでしょ。だったら出かけるのがもったいないぐらい、もうね、無料コンテンツ量産して、もうお客さんをね、自分の画面の前に、もしくはブログの記事の前に縛り付けちゃいましょうよ。じゃないと収入になんないですよ。で、来年からやろうっていう人はもう遅いです。今からやんないとね。もう来年って言っても明日まで待つ必要ないですよ。だからね、もう金持ちになるのをね、先延ばしなくていいですよ。もう早く金持ちになって楽になったら、それこそ時間まったり使えばいいんじゃないですか。
その時には正月やろうがジングルベルやろうが好きにすればいいんですよ。まあ今やる段階じゃないですよ。今まだね何者でもないんですから、どんどんやっていきましょうね。それにしても吉谷さん結構動いてますね。私毎日こうやって部屋の中からなんですけども、吉谷さんいろいろ移動しながら本当お疲れ様です。うん、すごいですね。私もね来年はあのズーム対談っていうのをねちょっと中心に活動していこうかなと思うんですよね。だからまあそうですね、ズーム対談ちょっと対応していきたいかなと思いますね。じゃあいってらっしゃい。